マザーボードですね、フォームファクターを使用しました、C クラスという、弊社の方で今、まあ、注力しているタイプのゲーミング PC をお持ちさせていただいております。で CPU に関しては、インテルさんのものですね。ちょっとグラフィックボードはすいません、いろいろとございまして書いてはありますけれども、場を読みまして読み上げはいたしません、はい、そして、まあ、Steam の、クライアントが入っていますということになっております。で本日ですね、私たちの PC の他にですね、動かすために一応必要なデバイスといたしまして、モニターであったり、まあ、あとは入力デバイス、ですね、こちらの方を、まあ、BenQさんの方からモニターをお借りしておりまして、あとレーザーさんとマイクロソフトさんですね、こちらから、キーボードやマウス、あとは Xbox One のコントローラーの方、こちらをお借りさせていただいておりまして、まあ、実際に触っていただけますので、ぜひ体感いただければと思います。ちょっと昨日の夜こちらにいらっしゃる今井さんとですねXbox One のコントローラーがなかなか動かないということでちょっと宿泊していたんですけれども、ちょっとプリインストールというかついているデバイスにですね、何のコントローラーも、ドライバーもついていなくてですね、実はいろんなところを探さないと Xbox One のコントローラーが動かないということで、昨日ギリギリに、まあ、ちょっとどことあるサイトからこう拾ってきたドライバーでようやく動いたということはあったんですけれども、 Windows 10であれば、正常に動くというふうに書かれていましたので、まあ、できましたらちょっともう最新の OS ですね、ちょっと今回お持ちしているものは 8.1 になりますけれども、最新の OS の Windows 10で、まあ、Xbox のコントローラーを使っていただいて、まあ、Steam の、まあ、シューティングゲームを楽しんでいただければなというふうに思っております。はい、で今回ちょっとまあ我々の方、まあ、宣伝にはなりますけれども、じゃあ何がっていうふうになると、このレベルインフィニティっていうものですね、こちらの方は、まあ、今今回やらせていただいてます。まず Steam がプリインストールされている、あと2番目よくわからないですけど、桜天奈というですね、ご存知の方いらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、セクシー女優さんと言われるところで、弊社の方でその6月の、プロモーションイベントからずっとちょっと採用させていただいておりまして、カタログであったりだとか、そのレベルインフィニティハブっていう店頭の方でですね、ちょっと他のタイトルになりますけれども、ゲームの、ゲーム大会というようなものをやらせていただいていたりというところで、この彼女を採用させていただいております。今後もちょっとまた2月にイベント等も予定しておりますので、ぜひ興味がある方はちょっと桜まなで検索するとですね、あまりちょっと良くないサイトに飛んでしまう可能性がありますので、まあ、レベルインフィニティもつけながら検索していただくと、まあ、ある程度我々がやっているちょっとイメージというかですね、イベント等の内容が分かると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、また最後の一つですね、こちらに関しましては、来週月曜日なんですけれども、私どもの方でですね、 e スポーツの、ちょっと別のタイトルになりますけれども、リーグオブレジェンド、こちらのですねプロのチームセブンスヘブンというチームがあるんですけれども、そちらの方と一応契約、スポンサー契約をさせていただきますので、それが6月の、12月の28日月曜日に、e スポーツスクエアさんの方で、一応お客様触れ合えるイベントということで、まあ、13時からメディア様を含めたイベントをまず2時間やらせていただいて、その後、17時からですね、20時まで3時間ほど、まあ、ユーザーさん、含めて配信も行っておりますので、ぜひこの e スポーツナイト2015というものを、見ていただければと思っております。はい、これで一応終わりなんですけれども、レベルインフィニティのことをご存知だという方いらっしゃいますでしょうか。あ、ぜひ今日知っていただければと思います。ちなみに桜真奈をご存知だという方はありがとうございます。ですいません、ちょっと簡単ではありますけれども、我々レベルインフィニティの紹介をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。渡辺明さん。